金平梅。嬉しいよ、タンさん。妾になってくれて。旦那様、私こそ旦那様のおそばにいられて、幸せで、王閣、タンさんの世話をしてあげておくれ。はい。王閣さん、あなたもつくづく不幸な女ね。子供にも恵まれず、やることといえば職人の世話や他の女との寝所の後始末だけ。せめてもう少し器量が良かったら旦那様もね。タンさんはこの家に妙な噂があるのをご存知ですか？噂？ああ、知ってるわ。目かけになると病死すると言うんでしょ。でも安心して、私は大丈夫だから。なぜ大丈夫だと？教えてあげましょうか。私は目かけとしてではなく、正妻としてこの家に入ることにしたの。旦那様と相談したら、それがいいと賛成してくれたわ。これでもうたたりは終わりよ。私は丈夫な子供を産んで幸せになるわ。かわいそうに、あなたは一生日陰者ね。でも安心して、追い出したりはしないわ。私のために死ぬまでここで働かせてあげる。そうね、タンさん、これでたたりは終わりだわ。話があるの。お邪魔するわ。これは金蓮様。王閣さんに会いたいの。実はタンがまた病に。それで王閣が看病を。やっぱり。王閣さん、いるんでしょ。話があるの。王閣さん。王閣、お前、はい、私、願をかけましたの。8人の目かけの肝を食らえば、子宝に恵まれるように。そして、タンさんでちょうど8人目ですわ。8人では、今までの目かけも。はい、私が殺しました。なぜだ、王閣。お前はいつも優しく笑っていたじゃないか。そして何でも許してくれていたじゃないか。それなのにどうしてこんな恐ろしいことを。そうですね。私はいつも笑ってました。あなたが次々と他の女といい仲になって、その女たちを体裁のためにと目かけに迎えても、目かけたちに子供のできない女とあざけり笑われても、私はいつも笑ってました。いつか旦那様が私の本当の心の顔に気づいてくださると信じて。春梅さんはとてもいい子でしたわ。あの子だけは私を蔑んだりしなかった。あの子を殺さなくてよかった。王閣、お前は恐ろしい女だ。お前とは離縁だ。この家から出ていけ。わかりました。でもその前に、旦那様が一度も見たことのない私の顔をご覧になってください。あ、王閣さん！旦那様、私の本当の顔をその目に焼き付けてくださいませ。うわあ！うわあ！
なんて恐ろしい女だったんだ。私は今まで騙されていたんだ。こんな女を今まで妻にしていたなんて。金蓮様、どうか私を憐れんでください。そして今度こそ私に良い妾を。この後に及んでよくもまだそんなことが言えるわね。王閣さんや妾たちの代わりにあんたが死ねばよかったのよ。私の本当の顔をその目に焼き付けてくださいませ。お呼びですか、月城様。平次さん、リングさんとタンさんのこと、旦那様と金蓮さんから聞きましたよ。とんでもない方を紹介してくださったものね。おかげで金蓮さんと春梅に大恥をかきましたわ。紹介したのは私ですけど、私のせいではありませんわ。おや、それはあなたの言葉を信用した私の落ち度ということかしら。わかりました。これからはあなたからの紹介は一切取り継がないことにいたしましょう。え？そんな。王閣さんは亡くなってしまったんですね。ええ。あなたを殺さなくてよかった。と。薬のせいで半分眠りの中にいる間、時々王閣さんの声が聞こえました。私は旦那様の子供が産みたいの。ごめんね、ごめんね、と何度も。私、今度のことで分かりました。私はただ結婚というものに夢みたいに憧れて、条件のいいリームさんの目かけになってもいいと思ったんです。でも王閣さんの言葉を聞いたとき、私は王閣さんと争ってもリームさんの目かけでいたいとは思えませんでした。私は今度嫁ぐときは誰と争ってもこの人の目かけでいたい、そう思える方に嫁ぎたいと思います。そう。奥様、リングさんがまた大奥様のところにいらしたそうです。え？あの男、証拠にもなく。でも大奥様にすごい剣幕で門前払いされたそうです。胸がスッとしました。大奥様にね。それはいい気味だわ。ちょっと様子を見に来たわ。春梅の具合はどう？大奥様、誰と争ってもこの人の目かけでいたい、そのためには優しく微笑むこの方とも争わねばならないわ。それが正門家の妾たちの運命。